無事に来てくれました。どうぞ仲良くしてください。お写真も撮っていただきたいと思います。エルアルビさんです。はい、どうもありがとう。頑張って綺麗なブルーだね。はい、しっかり皆さんと仲良くしてきてください。それではデビュー、デビュー、お兄さん写真撮ってるよ。お兄さん前から撮ってるこれからスタートになりますからね。はい、スタートですはい、コロタン、はい、コロタンです。コロタンの前橋市は豚肉料理がとっても有名なんですって。そしてこの前はトントンナンバーワンみたいなのをやったんですよね。ね、そして美味しい豚肉料理のグランプリが発表されました。コロタンホームページではね、お店なんかも紹介してますので、ぜひ見ていただきたいと思います。コロタン、今日もいってらっしゃいあ、すごいジャンプ、すごいですね。はい、コロタンいってらっしゃい。続いて、なんかステージがヌメヌメしてきた。なんかヌメヌメしてる落ちるからね埼玉県四季市から来てくれました、カムレン。朝から麦汁飲んでます。しはい、トモル、いってらっしゃい。そしてゆうりちゃんもいってらっしゃいはい、カパルです。続いて、ふんかちゃん、お、すごいネギだからうにょうにょしてます。はい、深谷市から来ました、ふんかちゃんです。おネギしますお願いします。はい、ふっかちゃんです。どうぞ皆さん仲良くしてください。ふっかちゃんまた後でね。はい、ふっかちゃんいってらっしゃい。続いてはムジナモン。はい、ムジナモン来てくれましたね。かわいいですけれども、ではここで紹介させていただきます。今年11月19日20日、羽生ではもう恒例となりました世界キャラクターサミット in 羽生を行います。11月19、20になってます。ぜひ皆さん来てください。もっとアピールした方がいい。来て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 、もうちょっと前でやろう。そうそう、もうちょっとも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 っと前、もっと前、もっと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 、大丈夫だってはい、皆さんぜひ来てください。みたいな感じだよね。後輩の方がなんかすごいやる気満々みたいな感じでもコバトンももうすっかりで有名になりました。コバトン、いってらっしゃい。そして埼玉町もいってらっしゃい。続いては千葉県になります。千葉県からアサピー。はーい、アサピーです。アサピーの頭はトマト、みんなわかるかな。小さいお子様なんかはね、これは何だろうなって探しながらアスピーと仲良くなっていただきたいと思います。尻尾にはイワシの尻尾はい、アサピーいってらっしゃい。アサピーかわいいね。あ、まだまだ千葉県続きますよ。続いてはピーニャッツ。あ、私地元千葉県なのでね、ピーニャッツはもういろんなところでピーニャッツのグッズ売っておりますので、もう千葉ではだいぶ有名ですよね。ピーニャッツ、ピーニャッツグッズかわいい。ピーニャッツの形のねポーチとかも売っててかわいいんですよはい、ピーニャッツいってらっしゃい。続いてはこちらもまだまだ有名なキャラさんです。千葉県は成田市から来てくれました、うーなりくん。おいつもとなんだか違うの、みんなわかる？そうそうそう、これは白川の眉毛なのかな。かわいいですね。うなりくん、今日もよろしくお願いします。皆さんもぜひうなりくん仲良くなってください。ではうなりくん出発です。さあ、続いて千葉県といったらこのキャラさん、なくしては語れません。来ました、横を向いて
ラゴンを持って今日はヒーローを持ってきたのね。そしてサインがいっぱい書いてあるんだけど、リーサキングが非常に目立つまたねメガホンにいろいろコレクションしてるんですよ。いろんな色のねメガホンコレクションしてるんですよ。今日はサインの入っている黄色のメガホンを持ってきてくれました。キュマキュマトです。はい、よろしくお願いします。いってらっしゃい。続いては東京都から大崎えーちゃんとのいーちゃん。すごい、いーちゃん大人気ですね。 初参加ですからね。はい、犬山さんです。犬山さんです。こちらも有名人です。はい、ゆうちゃん今日初だからみんなと仲良くしてきてください。はい、大崎から来てくれました、大崎一番太郎、いってらっしゃい。よろしくお願いします。はい、続いてはよろしくお願いします。あでやかにやってまいりました。先ほど遅刻しました。チョコレートドリンクあるんですか。今日はアイス、あ、肉球アンパンもあります。肉球アンパンはお手での肉球ごとに味が違いますので、ぜひ皆さんご賞味あれ。チョコレートドリンクすっげー美味しいです。はい、カタタイネータ。続いてロープ、誰もしちゃうんです、ロープです。はい、続いては福島ちゃんなんですけど、福島なんですね。福島だけど東京都、ちょっと難しいけども、頭が福島ちゃん。どこかで見たことあるかもっていう方がいらっしゃるかもしれませんが、絵本作家の、ね、方が書いてくれました。頭が福島ちゃん、とても可愛い歌もあります。ぜひ皆さん覚えて一緒に踊ってください。頭が福島ちゃん、いってらっしゃい。はい、続いてはハゲデリさん、東京都は高円寺から来てくれました。はい、私がどんかぶりでしたねはい、ハゲデリさんです。デリさんのベロを触ってもらうといいことがあるそうです。ただ女性はお気をつけください位置的にねはい、ハゲデリさん、いってらっしゃい。続いては東京都秋葉原から来てくれました女性ポニョくんそっちから行かないの、そっちから行かないの、行かないの、ポニョくん行かないの赤いパンツが見えてるから。はい、皆さん、古き良き時代から飲まれています、真面目な豆乳、真面目に。はい、日本豆乳協会、まだ公式です。佐々木さんです。後半何言ったか分からない。バレーのマナミに変わってもらいたい。続いてブラッパー。ブラッパーはどうした、ブラッパーなんで、ね、もう邪魔なやつがいましたけど、ブラッパー今日はサボトラ課長が来なかったからね、一緒にいろできなかったですけど、一人でも頑張ってね、いってらっしゃい、来たもうブラッパーの周り変なやつばっかりだぞもう早く行きなさい時々毒も吐きます。
のポタローです。ポタちゃん、今日は雨降らないよ。ベーコンお客さんからもらったから見せびらかそうというね、魂胆でございます。なるほどね。お客様からいただいたんだそうです。ありがとうございます。はい、それではコタローとカンちゃん出走スタートでーす。いってらっしゃい。続いてビッキー、ビッキーちゃんです。ビッキーちゃんはなんと女子プロバスケットボールクラブのキャラさんなんです。ビッキーちゃんもバスケやるの？私スワン君って言っててスワンだから白鳥でなんでなんだろうと思ってたんですけど、タバコを吸わんなんです。そうなんです。あのタバコをね、禁煙したいけど禁煙できない方にね、ちょっとでもタバコを吸わないようにすると体にいいですよっていうことで、スワン君頑張ってます。ぜひ皆さんスワン君と一緒に禁煙頑張りましょう。はい、スワン君いってらっしゃい。可愛いね、綺麗だね。そして私の大好きなケロピラです。ケロピラは岩手県。はい、ケロピラです。可愛いですね。平泉の方から来てくれましたね。ケロピラ今日も頑張ります。可愛いね、ケロピラ。はい、続いてはモーリス。今日は木の妖精のモリスケと光の妖精ライナが来てくれています。ね、ごめんね、遠回りさせてね。はい、モリスケです。はい、モリスは森の妖精なんですけれども、一人ずついろいろな妖精で、今日はモリスケは木の妖精です。木の妖精のモリスケ。そしてライトちゃんは光の妖精です。はい、ライトは光の妖精です。あ、ちゃんって言ってごめんね、次男くんだね、ごめんね。ライトです。はい、よろしくお願いします。はい、モーリーズです。あとで続いては神奈川県になります。神奈川県は海老名市からエビーニャー。さあ、エビーニャーのお腹のあたり、みんな何かわかるかな。エビーニャーのお腹のあたりはイチゴちゃんになっております。頭にはエビ、エビナのエビですよ。そしてお顔はニャですね。はい、エビナいってらっしゃい。続いてはあゆこロッタン。はい、あゆこロちゃんのドロドロね、白ドロホルモン本当に美味しいです。はい、あゆこロちゃんもういっちゃうのかと。あゆころちゃん頑張ってね。はい、今日もみんなと仲良くしてください。あゆころちゃんです。はい。あゆころちゃん行くみたいだよ。はい、あゆころちゃんの続いては伊勢原市公式イメージキャラクターくるりんです。この秘境に触るといいことがあるそうです。ぜひ皆さん、くるりのお背中優しく触ってあげてくださいね。はい、くるりん行ってらっしゃい。
つけていってきてね。まあ、さささるま。そして、ささたんごの怪獣です。ささたんごー、はい、たんごすごい、ささたんご。逆立ちもします。お姉さん、拍手いただきます。出にくい。はい、サポダンバンです。よろしくお願いします。続いてはデルヒさん。大きいデルヒさん。どんどん、あの、そうね、あの、あれぐらいなんかやらないとデルヒさんも拍手もらえないかもしれない。あいつはって言いましたけど。続いて、それでは、ニャーニャー。ニャーニャーは胎内市から来てくれました。ニャーニャーも好きな胎内猫の中川っていう食べ物、私もちょっと食べてみたいと思いました。詳しくは、あの、ニャーニャーのページなんかぜひチェックしていただいてね。すごい美味しそうな米粉の皮に、ね、包んだ美味しそう。ニャンニャンのアイスもあるんですよね。あれ、なかったでしたっけ。あれ、いくらですか。はい、やらにゃぜひね、皆さん仲良くしてください。はい、黒にゃいってらっしゃい、ね、米粉の皮に包んでるね。はい、続いては新学生はやしこ村から来てくれました。もちうさぎ、やしこ村にはやしこ神社といって、とっても大きな大きな素敵な神社。そしてやしこ村では国指定重要無形民俗文化財やしこ灯籠祭りも行われます。夏7月に行われます。7月25日あたりですよね。そうですよね。はい、ぜひ皆さん灯籠祭りも盛大に行われてますので遊びに来てください。もちうさぎです。はい、続いてやはった犬。ヤハダイモっていうのは料亭とかに出てる美味しい里芋です。ぜひ皆さんヤハダイモに詳しいこと聞いてください。はい、ヤハダイモ行ってらっしゃい。はい、続いてはハナちゃん。ハナちゃん、ハナちゃん落ちないように気をつけてくるんだよ。そしてピアニスキ出れるの。はい、花ちゃんピアニスキ行ってらっしゃい。花ちゃん気をつけて降りるんだよ。はい、花ちゃん続いてそこいらっしゃい。そこ、木そこのお蕎麦すごく美味しいって石田さん言ってました。石田さんね、木そこのところで蕎麦買わなきゃ、蕎麦買わなきゃっていつも言ってますからね。皆さんもぜひご賞味あれ。木そこのところのお蕎麦美味しいです。今日もお蕎麦売ってる、売ってる、バチッ。OK。そこもスタートです。いってらっしゃい。はい、続いてはもう今や大人気です。 NHK でものすごい人気、私も明日ですね、明日でございます。皆さんぜひテレビ見ていただきたいと思います。そのだけゆうきむら番組名もそうだったもんね、すごいね。はい、いってらっしゃい。雪丸のところにね、親方様たちもいらっしゃって、パレードをさ
されてますよ。すごいですね。はい、続いては初めまして、ハイブリッコちゃんです。似てる感じだからね、すごい興味津々です。どうぞよろしくお願いします。お姉様もセクシーですはい、いってらっしゃい、ハイブリッコちゃんです。はい、そしてかわいいおこみん。おこみんはね、あのフェイスブックで今日のスキー場はこんな感じですよって教えてくれたりね、お天気なんかもね、いろいろ教えてくれてますので、ぜひおこみんのフェイスブックもチェックしていただきたいと思います。おこみんのかわいいお顔のポーチとかもかわいいんだよね、持ってますはい、おこみん仲良くしてください。おこみんです。頭にはどんぐりの帽子なんですよ、かわいいね。はい、続いてはやっぱりまなみに変わればよかった。誰ですか。サルです。おさるのくんのいます。全くステージありません。あのその辺でフラフラしてるので、あのぜひ皆さんくーちゃんって言って絡んでください。で、抱かれたい人はぜひ抱いてって言ってください。よろしくお願いします。それとビール大歓迎です。警察の方職質よろしくお願いします。よろしくお願いしますひどいキャラクターだ
つも売り切れてますので皆さんご注意ください。はい、柴田ちゃん、いってらっしゃい。大人気ですもんね、柴田ちゃんはね。はい、続いてマーミャン。はい、モズヤンです。モズヤンもね、とても元気なキャラさんです。それは何ですか？覚えてください。モズヤンです。続いて枚方市から来てくれました。今日もね、枚方市から来てくれました、もう有名人ミッケちゃん。ミッケちゃんも白川の眉毛。ちょっとミッケちゃんじゃないんですか。ミッケちゃん、いってらっしゃい。今日も頑張ってね。あなたは一日中頑張りすぎるからね、頑張りすぎないように頑張るんだよ。はい、ミッケちゃん、エベちゃん。はい、エベちゃん来てくれました。この間ね、先週ですか、大きなイベントやってきたんだよね。頑張ってきたね。はい、エベちゃんです。どうぞ皆さん仲良くしてあげていただきたいと思います。今日はおにぎり持ってこなかったね。おむす。あ、そう。あ、持ってるのね。じゃあ仲良く。はい、エベちゃんいってらっしゃい。はい、続いてはふくみみふくちゃん。はい、ふくみみふくちゃんです。ふくみみふくちゃん。かわいいでしょ、触ってみてください。はい、ふくみみふくちゃん、いってらっしゃい。続いて、せいとくん。かわいい、せいとくん、こっちもよくまんま。大丈夫よ、せいとくん。今年、私、奈良行くからね、春日大社。今年は絶対行かなきゃだもんね。はい、ぜひ皆さんも奈良、お越しください。せいとくん。続いて、しーまねっこ。のマネージャーさんの人が描いた島根っこ、あまりにもひどかったですね。はい、島根っこもね、頑張って行ってきてね。はい、行ってらっしゃい。はい、続いては電柱くん。電柱くんです。はい、電柱くんはリラクシ電柱っていう木の彫刻家さんが作ったね、すごい、私このすごい見ちゃいました。楽しかったです。皆さんもぜひ、ね、鏡自身ですね。はい、電柱くん行ってらっしゃい。はい、それで今治バーリーさん。はい、バーリーさんも今年は来てくれました。可愛いね、今治のタオルを巻いておりますバーリーさんです。バーリーさんも行ってらっしゃい。はい、それでメイキャンいらっしゃい。みかんのいい香りがします。みきゃんです、いってらっしゃい。なんか見てる。はい、巻きなのでとっとと言ってもらおうかな。高知県は新庄くんです。怖い怖い。新庄くん、いってらっしゃい。最近新庄くんも私のこといじめるんだよね。唐津市のシンボルマークだね。はい、カラバン君でした。非常に絡むキャラクターさんが多すぎて、朝からね、私頭くっちゃくちゃ。ケッキーまだ朝なのに。カタちゃん、いってらっしゃい。はい、みなさん、よろしかった。はい、カタちゃんもいってらっしゃい。気をつけてね。今日も笑すこと一緒です。続いてガンバくん、ランバちゃん。ガンバくんとランバちゃんは幼馴染の仲良しです。ランバちゃん可愛いね。はい、ガンバくんとランバちゃんです。いってらっしゃい。可愛いね、幼馴染ってところがいいな。
PR 頑張ってます。ちょっと難しいからね、いっぱい聞いていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。はい、続いてメジロン。メジロンはもうすっかり有名になりましたもんね。はい、メジロンもどうぞ皆さん熊本の方で頑張っていこうと思いますからね。はい、メジロン、メジロン大分県です、ごめんなさい、大分県のメジロンね。続いて伊佐市から来てくださいましたキングでございます。どうも福島の皆様、はじめまして、ショーン K です。あれ、ちょっと待って、やっぱり今はベッキーの方が良かった。ダメこういうの大丈夫、今日は公用車で来てませんからね。もっとダメか。でも今日はよろしく。はいはい、ギリギリだからね。ギリギリだから。はい、そしてハワイから来てくれましたホルミー。はい、ホルちゃんからはね、いろいろなハワイ語を教えていただきたいと思います。はい、ホルミー。さあ、そして最後パレードの最後いきますのは悪忍者フズブー。かっこいいですね。なりすまし詐欺撲滅運動頑張っております。オレオレ詐欺なんかにもね、みんな気をつけてって来てくれました。どうぞよろしくお願いいたします。あ、別に偉いからおまわりさんがついてるわけじゃなくて、おまわりさんどこの人なんですね。はい、どうぞパレードお願いします。いってらっしゃい。さあ、悪忍者フズくんでこちらのパレードは終了で大丈夫かな。はい、さあ、そしてみんなはね、パレードをぐるっと回って、こちらのページに戻ってきてくれるということです。どうぞパレードの道コースの中には入らないようにしていただきたいと思います。そしてお写真はどうぞ座ったままで撮っていただければと思うんですが、向こうの方はもうみんな立ってるからね。はい、もうインスタキングはいつもギリギリだからとてもドキドキします。あ、パレードは明日も行われますので、ぜひ明日もね楽しんでいただきたいと思います。そしてもうすでにね、暑くなってまいりました。あれ、バンダイ君の私名刺が2枚になってるけど大丈夫かな。飛んだ、落ちた、拾ってくれた。あ、よかった。もうね、ここにいるタッパ。はい、ぜひ皆さんね、パレードの方もお楽しみいただきたいと思います。そしてまたこちらのステージ、まだまだたくさんのステージあります。PR ステージもあります。そしてね、ワール君も来てくれますからね、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。さあ、まだ大丈夫なの、あそこ。